ルーカス・ドミンゲス・ピアソンは、ブラジル・サンパウロ出身のサッカー選手。SC ブラが所属。ポジションは FW。父親が、イタリア・ベネト州出身であるため、イタリアのパスポートも有するイタリア系ブラジル人である。2001年に、ブラジルのコリチーバ FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2003年に、サンパウロ FC に移籍し、2011年に、 トップチームに昇格した。2012年1月からイングランドのチェルシー FC に加入。2012から13シーズン後半はマラガ CF にレンタル移籍。以降、ローン移籍を繰り返す。2021年1月14日、前日付でチェルシーとの契約を解消し、フリートランスファーで SC ブラガへ完全移籍したことが発表された。 ブラジル代表として2009年に南米 U-15 選手権に出場し、チームを準優勝に導き、10ゴールを挙げ得点王を獲得した。2011南米 U-17 選手権にも出場し、3ゴールを挙げチームを優勝に導いた。チェルシー加入以降、チェルシーでの出場機会はほとんどなく、2013年以降レンタル遺跡でクラブを転々としている。 その現状について、レンタルされ続けることには意味がないね。僕や他の選手たちの経験から考えても、選手にとって良いことではない。もうポジティブなことだとは思えない。22歳になって、毎年別の場所にいるのは良くないねと不満を述べ、あちこちでプレーすることにうんざりしているとして再三に、たる、ローン一席について、たびたび批判をしているが、ローンプレイヤーのケアも担当する。 クラブアンバサダーのパウロ・フェレイラには、貸し出されたプレイヤーに対して、責任を持ってくれていると感謝を示し、対談後は、良い経験ができ、後悔はしていないと9年半を振り返っている。ありがとうございます。